こんにちは。天ーアカデミー堀秀夫です。今日は商品探しで、えー、NG 商品。まあ、これね、えー、一口に NG 商品と言っても、えー、3つの種類があります。まず、1番目が輸送 NG 商品、えー。郵便局がオーストラリアまでの輸送を受け付けてくれなくて、質がつかできない。まあ、つまり、運べない商品ですね。まあ、これが輸送 NG 商品。それと、オーストラリアの NG 商品。 ま、輸送することは可能であるが、オーストラリアで税関を通らない、あるいは国内で販売できない、オーストラリア国内事情による NG 商品。それと、a m a z o NG n 商品。輸送やオーストラリア国内での販売も問題ないが、アマゾンが販売を禁止している商品。まあ、これらの NG 商品は、今まで問題なかったのが、いつの間にか NG になったり、逆に今まで NG だったのに、いつの間にか OK になる商品もあります。 またね、輸送、郵便局受け付けないけど、他の手段なら運べるとか、あるいはオーストラリアの販売にね、ライセンスが必要、まあ、許可を取んなきゃいけないとか、あるいはアマゾンでね、通常 NG だけど許可を取れば売れる商品、こういうパターンもあります。で、これね、えー、実際ところ、まあ、こう決まってて必ずこれは売れないとか、必ずこれは売れるという形ではなくて、 まあ、ある程度やってみないとわかんないとか、ええー、状況が変わった、ルールが変わった、運営が変わったということもあります。まあ、私のもとにはね、これらの情報が集まりますので、変化があり次第会議の皆様にお知らせしています。何しろ、まあ、商品選び、えー、迷ったら、あるいはこの商品でいいのかなと、あるいはこの商品一応報告しとこうという形でね、えー、こまめに相談していただければと思います。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。